モコです。今回は近粘膜レシレムを使っていきます。特製のターボブレーザーは型破れと同じで、まあ、耳とかを貫通できるっていう役割を持っています。また、今回着目していくのはこのおたけびっていう超激励技。これ、おたけびを上げて相手を威嚇して相手の攻撃と特攻を下げる技なんですけれども、これが面白いのは結構レシレムで対面ちょっと相手しづらいなっていうポケモンが来た時におたけび打っとけば高速のポケモンにつなげるっていうのと、特にこの流星群なんか打った後は特攻下がって起点されやすいからそこを防ぐためにおたけびを入れたりっていうので結構有用性がある技なんかと思って今回着目しました。剣盾でもこのなんか12匹ぐらいしか覚えない結構なレア技ですね。これもちろん近年やし特攻取得値150あるから単純に殴る性能もクソ高いねんけど、このおたけびが入ることでより抜け目のないポケモンになったんじゃないかなと思います。では行きましょう。さあお願いします。いや初手出しやぞ。なるほど、いいでしょう。ではここの立ち回りを解説していきます。もう今の環境におけるザシアなんていうのもほぼほぼ電光石火持ってるんですよ。なのでこれ糸枠から下入っても、まあ、結局居住弾プラス石火とかやられるんで、これは裏に、もうレシュラムっていうザシアンの天敵がいるので、もう初手に粘れ粘れと巻いちゃってもう電磁を切ります。ここはいいいです。でしかも右側のケアにもなる。ここでねその糸枠打たないっていうのは、まあ、この場合は普通に今殴ってきたけど、どうせ助けだからつってもう別に居住団から入ってくるの大体のやつはジャリスク外すの怖いからね。でこれでしっかりネバネバネット巻いて、まあ、上からもう一発ねぶちまかれてやられるんですけど、まあ、一応ここ雷ショックか、一応ここ身代わりケアで雷いっておきます。まあでも素直に来るよね。 OKOKOK。 そしたらレシレム出してもう二択を強いろ相手に。ザシアン引きたいけどネバネバレットがあるから結局引いても次回以降上から殴られますと。でこの場合もうレシュレムにもう一発お見舞いした後もう退場するっていう択しかないんですよ。レシュレム側はもうこれどうしようもないので、ね、もうレシュレムワンパン無理だからジャイスクじゃ。だから今のネバネバレットは有効なんです。もうこれザシアンが引けなくなるから、ね、これでも殴るしかない。なんででもこう巨人なのジャレツクないんかな。まあ、ジャレツクだろうが巨人なんだろうが何もないからもうとりあえず削りたいってことか。削って後続に引き継ぐ、少しでもダメージを入れておきたいっていう。タイチーさん対戦お願いします。近粘膜はあレシラムのパクリポケモンいるじゃないですか。でもあいつね素早さ出口がレシラムよりちょっと早いんで、まあ、なかなか注意すべきポケモンの一人かなと。で俺はやっぱこういうちょっと早めの近電枠が多いやつ相手にやっぱデンチュラから入りたくなっちゃうんです、どうしても。このデンチュラが仮にゴチルゼルあたりにキャッチ、いやでもゴチルゼル大丈夫だよく考えたら、さざめきがあるからってことはデンチャスタート大安定じゃないってなると、まあ裏もう全部パルキアとレシラムでいいってなんじゃないかな。さあよろしく頼みます。うわダシアンからか、いやこのねザシアンスタートっていうのがまた一つの課題なんだよな。電光石火がある関係で結局ここで、いやごめんあのねやっぱこれ返しでレシラム出せるから、でレシラムってジャレツクも等倍だし居住団も半減なんで、まあまあザシアにワンパンされないんですよ。だからここ粘れまねと勇気を持っても振っていこう。うわこれでも糸枠打たなくてマジでよかった。ただこの身代わりはなかなか続くんかもしれない。いやでもそんなことないか、剥がせるか身代わりぐらい雷があれば。だよな、電池は強いのここなんですよね。雷とさざめきで、まあ、ある程度そのなんか突破力もあるっていう。しかも身代わりに渡すって咲いてるってことはこいつ電光石火ワンチャン、いやまあ電光石火関係ねえか、関係ねえか。もう初手に粘るの、うわ何この火力半減だよね。タイプ相性ってなんだっけ。まあさすがに雷威力も高いしザシアの身代わりってだったら剥がせるはず。 OK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  でここも身代わりされるとまずいんで、もう雷連打しかないかな。居住団なるほど OK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 。 いやまあいいでしょう。でネバネバネット負けたのは、ここでザシアンが引いた場合もうザシアン今度下からになるんで、まあ、そういう意味で大きかったのかなと思います。さあここはもう当然ノータイミングでレシュラムを切っていく。さあこのレシュラムっていうのがこのザシアンにまた強えんだよなこれ。ダイマとか切らずにもう素の火力のみでワンパンできるっていう数少ないポケモン。ここ青い炎で普通に殴りに行きます。引けないっしょ、引きたくても引けないはず、もネバネメットがあるから。ああってことはもう切ってくるってことだな。まあ、ちょっと頭おかしいかもしれないですね火力は。
はい、マッチしました。ハルトさん対戦お願いします。近年枠はおレシラムのパクリ野郎がいるじゃねえか。いつでもあいつあれ素早さが95得あるからレシラムより若干速くてちょっといやらしいんだよな。でザシアンが相手の近年もう一枠ということでございました。あと抜け人と、ヒヒダルマ通常色。なるほど、まあまあいいんじゃねえか。これ結構早めのポケモン多いから電池だから入ろっか。あでレシラムパルキアでもうここはもう封殺していきましょう。近年枠2枠使ってさあよろしくお願いします。あーなるほど、まああれだな、ザシアンあるいはヒヒダルマあたりに剣舞バトンをするっていう魂胆見え見えのペンドラーだ。これ潰しときてえけどどうだろう、ペンドラー最速にすんのかな。これね早いんすよペンドラー、デンジャーよりも。そう虫タイプの中でも屈指の速さを誇るデンジャーなんだけど、そのさらに上を行く112という S 指導口を持ってるのがペンドラーなんだよな。でこれどうだろうな、これなんか最速にしないと思うねんなペンドラーって。開幕糸吐くぶち込んでやればさ、めっちゃ嫌がるんじゃん、これ。ちょっと俺、ギャンブルスタートしていい、これ。いやー、まあ、でも、さすがに、ネバネバネットからあるべきか。ごめん。うん、ちょっとこれも安定でいこう。ただ俺の早く。あー、よかったきっちり最速やった、このペンドラ。あー、これは糸吐くしなくて正解だな。で、ちなみになんですけど、一応、虫のささめきが音技なんで、この貫通できる。身代わり相手に。ただ、あまり意味がないので雷でまず身から剥がしに行きましょう。まあどっかでバトンタッチをしたいと思うんだよねペンドラ側も。まあペンドラのバトンさえ潰しておけばあとはどうにもなるはずだ。メガホン、え、殴ってくるマジで。うわーマジかよ、こいつてか何なんこれ。さっきから なんかあれか、日頃の行いが良くないんかな俺。そんなことないか、最近真面目に来てたつもりやけどな。なんか呪われてるわ。なんか呪われてる。どないしまひょか、これ。これはどないしまひょ。でもこれね、俺思ってんけど、パルキアのダブルウィングで貫通できるんじゃないかっていう。あ待てや、これめっちゃいいこと思うんですよ。これレシレム行くやん。レシレムのおたけび、これ、身代わり貫通やで。音技やから。それ行こう。それで行こう、みんな。その作戦どう？で、内部に、こう、えぐり込むように、こう、デバフかけてやれば、相手もバトンしたくてもできないんじゃない？結局、この状態でバトンしても、ただ素早さが速いだけの、なんかもう、ボンクラができやがって終わりやから。これは、おたけび刺さるかも。ただ、剣舞とか詰まれそう。いやいや、全然、ここでバトンだったら、全然いい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 、鳳凰堂。うわ、しかも左まだ。あ、いい、いいぞ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 。身代わりの、中身にまずネバネバネットが入り、さらにこの雄たけびが入っていく。これは、これ面白いぐらいに決まった雄たけびが。攻撃も下がる、特攻も下がると。で、相手は S はでもあれか、2段階上がった状態。さらにおたけび積んでみるか。それかもう、殴り始める。ちょっと難しい。いや、これ持って おたけびいい気がすんな。おたけび連打でいいわ。うわ、嫌なダメだ。これ吸収上手ですよね、多分。お祓い行きますわ、この後。この後収録切り上げて、明治神宮でお祓いしてもらうね。いや、だからまだ諦めるような段階じゃない。ビルドアップからまだ積んでいける。で、ダルマもおそらくなんですけど、こいつこだわりとか持ってたら今言わないので固定になってるし、攻撃力に関しては下がった状態だから、これまだ諦める状況じゃないな。全然。まだまだ、こっからビルドアップで起点積んで、で、大ジェットを打ちかまして上取っていけば、裏が、例えばザシアンでも、フィレムでも。あ、岩の垂れで固定や。よし、これ。頼む。お願い、昼間取ってくれ、パルキエ。お願い、お願い、ここだけは。でかい、でかい、でかい、でかい。でかい、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 でかい。でけえ、これ。これでけえ、これでけえ、これでけえ。どうするこれ、もう一回積む？いや、もうさすがに大丈夫。一応、ザシアンワンパン。狙うならもう一発ビルドアップかな。
いや、これビルドアップ行こう。行こう。絶対行った方がいい。うわー、来た。でかい。ただで詰めた。ちょっと待って、これマジ逆転あるぞ。逆転ある。これ、ほんまに逆転ある。これ逆転マジであるよ。これもうダイジェット行こう。2回詰めればザシアンを、大ストリーム圏内に落とし込めたはず。雨降ってない状態で。まあもちろん雨降らしたらワンパンやし。いや、てかもうこのダイジェットで十分か。ダイジェットが大ストリームで、で、キュレム来たら相手ドラゴンタイプやから、キュレムはドラゴン技で縛けるやろ。で、ザシアンは水技でいける。で、もうペンドラなんかもうね、ガンジュないから。これマジでおたけび刺さってるやん。今だでもう効かない。おたけび刺さってる。これほんま刺さってる。ほんまに冗談抜きで刺さってる。これまくれるぞ。マジで。こんだけ運悪くて。それでも勝てる。ポケモンは運ゲーじゃないってところが見せる。みんなに。で、ここは大ストリームで OK だ。素早さに関してはまだ引き換えの方が早い。が、まあ、相手はもう、今だでで固定してる。こいつ何力すくか。だからか。うわ、裏抜け人だったんだけど、金殿まさかの不採用。いや、だったらなおさらダイジェットでいけんじゃない。どうだろう、タスキとか持ってんのかな。何この選出相手の。ああ、タスキか。いや、ちなみに、鬼火だったら一発ラムの実で無効ができる。ちなみに。ヒギダルマでもう全力狙うってスタンスやったんか、相手は。鬼、よーっしゃ、完璧だ。いや、この試合完璧すぎる。はい、ラムの実で直す。あとは、まあ、ダブルウィングを外しさえしなければ、抜け荷に関しては突破できる。てか、なんなら今の状況、大ウォールから上からダブルウィングでよかったな。タスキ持ちって読むんだったら。影打ち、さ、これもビルドアップの効果でほんのに効かない。あー、全然効かねえ。しかもダブルウィング入った。よし。で、まあ、ペンドラはダブルウィングで倒せる。いやー、まあ、一応、ペンドラのダイマックスがきついか。いや、でもあれか。ネバネバエット一発入れてるし、メガホンぐらいだったら一発絶対耐える。で、ほぼ勝ちだと思う。ほぼ勝ち。ペンドラからスタート。これどうだろうな。アクアブレイクでも、アクブレで十分な気がするけどな。あれとしたらダイマックス切られて、多分左前にダイマ切らんと思うから、ここだと思うんですよ。ダイマ切ろうと思ったら。どの道2発殴らなあかんやったら、これ打つ意味ないよな。じゃあ、アクアブレイク安定か。あ、ここダイマじゃん。まあ、一回守るから入って、次ダイマックスから、もう一発加速入れて、ってこと。でもこっち2回積んでるし、相手これでようやく、チャラやから、借金の返済まだ時間かからずや。ネバネバネットが入ってるから。だからこれもう一発アクアブレイクできます。ここさすがにダイマやろ。せやんな。絶対ダイ、なんだっけ、ダイワーム打って、で、次も守るして、あー、いや、あの、ごめん、素早さ関係まくられんのか。まくられますね。ダブルウィングすべき。でも、どの道無理やんな、ダブルウィング。ギリ耐えてくるやろ、これ、ペンドラ。あー、この B ダウンはあんま意味ない。いや、これ、ダイワーム2回だな、あかんわ。え、こんなに入る？やべえ、まあ、これ。いや、これダブルインやったか。それかスケールショットやったわ。ごめん。いや、じゃあここでじゃあビルドアップや。絶対守る来るこれ。うん、ダイボール来るやろ。で、これで素早さ。でもこいつ最速やってんな。うわ、てか前のターンの初手じゃあビルドアップやったんか。これも抜かれてるやろ、素早さ。うわぁ、わざ壊すのよ、恐れすぎた。あ、ごめん、お願い。耐えて。ごめん、みんな。俺が弱いばかり。
はい、マッチしました。マイセンさん、よろしくお願いします。ちょっとごめんなさい、パーティーをあれフェアリー2枚入れました。で、相手の禁電が、ジガルデか、ジガルデ Z とバドレックスですよね。デンチラは今回入れる意味あんまないと思うわ。これレシダイムパルキアで行ってウラ、まあマシェとキスどっちでもいいけど、バンギてかサンダー、さあよろしくお願いいたします。相手は初手なんとバンギラスから入ってくる。バンギ、まあ岩田で殺されるよなこれ、どう考えても。しかもこっちの打点はまあドラゴン炎、まあ大地は抜群だが、生半可な技を打つとバンギのね弱点保険の肥やしにされるのが目に見えるんで、これどうしよっかな。もうほんまにガチるんやったらこのタイミングでレシラムでおたけび一回挟む。ほんまにガチるならね。うわぁ、でもさすがにな。でもこの試合さ、パルキアのビルドアップダイジェット通ったらめちゃくちゃ楽に勝てない。勝てそうじゃない。まあ、いや、一回おたけび打ってみるわ。うわぁ、マジか。いや、これでもだったらさ、これだったらこのおたけび大正解じゃないこれ。まあ、多分、その、第6区耐えないけど、おたけび入っても。ここ初手ダイマ切ってくれるんやったら、もう完全にレシラム潰しに来てる。レシラムが重い構図になってるってことか、裏が。レシラム絶対潰しに来てんもんな、これ。この雄たけび結構予想外ちゃうか。第6、OKOK。そしたらこれ、パルキアでやるつも、ビルドつも。うわ、耐えたけど、これ12ダメージやったら入るんちゃう、これ。砂嵐ダメージで。あ、1耐えたわ。いや、だったらもう一発おたけびやな、これ。バンギの火力をもう極限までこう溶かしに行く。極限溶かしに入れるわ。極限溶かししてダイヤース。いや、これは意味ない。意味ないっていうか、パルキア物理なんで。いや、今のタイタンでかいか、じゃあ。ちょっと待ってよ、これ。パルキア。出てきて、2回叫んだだけ。こいつの役割。いや、でもそれでいいねん。かなりでかいねん、その2回の行動の役割が。なぜなら、ここのパルキア出しによって、ビルドアップがもうドワンと詰める。しかも相手のダイマックスがこのターンで終わるっていう、神がかり的状況。さあ、ビルドアップや。攻撃力2回ダウン入ってる。プラス、上からビルドアップすることで防御が上がる。第6のダメージ何本ぐらい、多分30ダメージぐらいちゃうか。下手したら。そんぐらい軽減できると思うぞ、これ。居座ってくる。だったらこれもう一発ぐらいビルド積んでもおもろいかもしれん。もう一発積んでもおもろいかも。ダイヤース。まあ、特防を上げとこうって今回のね、パルキア見てるから。残念ながら24ダメージ。砂ダメージと変わらん。もはや。おい、お前の攻撃も全部砂や。砂嵐と一緒。これもう一発ビルド積んでいいよな。もう一発いきます。したらもう全部ワンパン圏内。ナットレイがおったらちょっと嫌やけど、まあ、ダイジェットがあるのと、まあ、そもそもレシラム、てか、パルキアは火炎放射覚えるからナットレイ受けられへんねんな、基本的に。だから、パルキア見てナットレイ出すやつはモグリや。だから多分ナットのセンスないと思う。これ相手めっちゃ困るよな。これ困るやろ。わ、しかも椅子あんねや、もうやることないってことや。つまり。神砕く。急所だけほんまやめてな、マジで。ああ、全然効かん。うわ、防御ダウン。いや、まあ、そこまで痛くない。うわーって言うほど痛くないわ。まあ、このタイミングでバドロ、黒バドとか来たら嫌やから、もう、ジェット積みに行こうか。今、ジェット行きます。引っ込めた！いや、これ、黒バド来るぞ、多分。ああ、なっとるよ。いや、でも、どの道ジェットで正解じゃん。黒バドがタスキ持っとるパターンだけがちょっと、きついんですけど、まあこんだけ耐久値残れば、しかもここジェット打ったことによってナットルに打点が入るやろ。ジェットでいけるんちゃうかな。さすがにビルドアップ2回はでかいやろ。ここ大事、どんだけあれ大事。6割7割入ってほしい。いや、もう十分です。十分すぎる。いや、これはビルドアップ2回積みが効いたな。ビルドアップ2積みが効いたぞ。おい、このナットレイはでも一応あれか、ウードラゴンとか受けるためには
見たんかな。もう一発ジェットで倒せます。あ、守るか。ってことは大魔ターンはこいつに費やすっていう結果にはなるな。いや、まあでもそれはそれで全然 OK やけど、タスキ持ちのクロバトだけはちょっと怖いっていう感じなんで今ほんとそこだけ。さあ、ここもジェット連打いきます。ナットレ多分守る2連打、まだ諦めないナットレを。あー、でもう一発バンギに変えてか。なるほど、できること全部やろうってことやなお前。いや、だが苦しいのには変わりねえはずだ。しかも砂嵐もう一回払えたことによってタスキクロバドレックスはもうあんま警戒せんでよくなった。まあラスイチがジガルデなんかな、わからんけど、ここ当然アクアブレイクいきます。いや、もう一回積んでよかったけどな。いや、まあさすがにもう潰しとこう、めんどくさくなる前に。これで潰して、いや、ごめん、あー、ごめん、ビルダップもう一回詰めたか。ちょっとなんかバンゲや、どんなのか。まあ一応ラムの目があるから電車一発までやったら平気やねんけど。んー、まだなっとるか。あれ、でもこれさ、ダブルリングでいけるかな。いけるか、これ。あ、いけるいける。あ、でも、鉄の音が痛い。それ痛い。よし、削り切った。でも、鉄の音が2回入ってもうた。もう、普通に攻撃されるより、こういうなんか、鉄ダメージの方が痛くなってきてる。頼む。もうなんか変なやつ来い。てか、普通に黒バド来い。黒バドやったら勝ちや。よっしゃ、バドルキスゲー、オッケー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 。ちょっと待って、砂ターンだと何ターン？砂だと何ターンや？砂田と何ターンや、おい。あと2ターンある。よし、これは、メイチャンとのアクアブレイクで終わり。スカフ持ってても、こっちダイジェット2回、3回積んでるから、もう、絶対にこれ、もう抜ける。しかも、タスキやったわ。はい、ありがとうございました。ナットレ、2回目でできたシーンさ、あそこあれやな、守るってやつは多分ダブルウィング耐えられてたけど、守る読みのビルドアップ来ると思ったかなんかやろうな。オッケー、いや、これは、なんか結果的にはパルキアで3立ちしたけど、最初のおたけびで起点作ったのでかかったと思うわ。ありがとうございました。はい、マッチしました。ユージーさん、対戦よろしくお願いします。近年がザシアンとバドレックスっていう、まあ、結構早いやつらですね。まあ、ちょっとドラゴンとかおらんから、キス、マシェードで行くとなんか痛い目合いそう。てか、ザシアンに普通に縛かれて終わるから、どうするこれ、ウオのラゴンとか入れてみる。ごめん、でも結局上2体に勝てへんわ。スカーフ巻いたところで。抜けないから。いや、これ思い切ってデンチュラか。デンチュラ、パルキア、レシラムっていう、このもう、一面で行こう。さあ、お願いします。うわー、バドレックスだ。いや、まあでもバドレックスはザシアン来るより全然いいな。こいつほんまに良心設計やからな。あのな、ザシアンみたいな早くて辛くもあって耐久あるポケモンがな、センサーだ持ったらあかんねん。こいつの何がいいかってセンサーだないことや。あれ、バドレックスは先生ないよな、こいつ。一応調べよう。なんかもう当たり前のようにないと思ってるけど。バルダクミ、オッケー。全然、それは怖くない。こいつ鍵打ちとか覚えないもんな。覚えない、覚えない、覚えない。オッケー。アストラビット、フィーツ、テラシャット、先生ないわ。先生ない。で、だから良心的なポケモンやなって思うね。悪質なやつってのはやっぱ先生持ち寄るから。で、あとはネバネバネット巻いてザシアンを完封すると。で、タスキがあるから、こうアストラビット食らっても一発耐えて、もう一発上からいけるし、なんなら雷打って、まあ、タスキ剥がしながら、ワンチャン前に狙える。まあでもどうやろうな。一応これ、複眼雷なんで、命中率まあ 92、3% あんねんけど、もう確実にタスキだけは潰しとかなあかんっていう状況やろ。これ外したりしたら目も当てられんから、定め気にしとこうか。で、言うて外すねやっぱ。エアスラッシュとかよりは命中低いからね。エアスだってちょいちょい外れるやろ、あれ。あんなでも20回に1回外れんねん。ってことは、雷は18回に1回外れるってことや。その18分の1を今引く可能性だってある。これは確実にやっぱりこのデンジャーには役割遂行してほしいから、今もしっかり殴っていくと。さあ、そして相手の特攻は今3段階上昇してる状況でしょ。ここで、まあレシラムやな。レシラムスタート絶対に。
まあ、てか、なんならもうこのままレシレムでも全員殴り倒してもいい。ここ俺がすべきプレイングとしては、バドレックスこれダイマ切らん場合、多分ダイアースで十分いけるんですよ。弾ダイアースで。で、ダイマしてくる場合、ダイバーン打とうがダイドラゴン打とうがギリ耐えられて、で、開始の3段階特攻が上がったなんか、あれ死ぬから、ここ、上からダイアースだ。もうすべてをケアする。裏ザシアンとかおったらもう、余計にここダイマ切る場面やから、ダイアース入れば一発耐えるよな。まあ、ダイマ切ってこんかったら別にもうあれやねん。なんもう全部その、なんていうの、キーユで終わんねん。多分ダイマ切ると思う、ここ。バドウ側。ほら、切ってきて。これダイアースで正解や。はい、正解。問題はダイアース打った後結局貫通されたらもう負けるって話で、やっぱ弾ダメージの反応があるからな。ここだけはちょっと心配。理想言うとまあダメージ8割ぐらい抑えてほしい。まあ2段階3段階上がるって言えば 2.5 倍やろ。こっち一発積むだけで 1.5 倍上がんの。言うてその能力上昇、せやな、うん、ごめん、あのダイマされてんでも、ダイマだったら耐えられてるか。ダイマされんでも、されてなくても耐えてられてるわ。ん？耐えられてるな。いやー、十分に耐えてるレシライムでかい。この耐えはでかすぎ。そしたら、もうあと大番や。これで削り切るよ。いや、もう完璧でしょ。しかもネバネバネット巻いてるから、お前もうザシアンなんか裏におったらもう何もできず終わるで。で、日差しが強くなったことによって、例えばポリツーとかサンダーとかそういうのが中段階耐久やるやつに対しても、まあ、力で押し込めるようになったという状況。弾ダメージをね、許容するだけの体力値も十分残ってる。完璧じゃないですか、この試合は。おたけび上げるだけじゃないねん、お前の魅力はな。俺がしっかり引き出したるから。サンダー、いや、まあ、さすが色違いやな、これ。もう、なんかほんまにもうこのゲームやってたら無駄な知識ばっかつくもんですよ、これ。ね、サンダーの色違いの見分けつくなんてもう社会じゃ何の役も立たないでしょ。そんなんができるようになってまうねん、このゲームずっとやってたら。どんどん脳みそがポケモンに侵食されていくっていう。だがまたそれがいい。いや、さすがに飛ばせるやろ、これ。よっはっいや、この縁のさ、もうほんましょうもない耐久してるポケモンをやっぱワンパンでぶっ飛ばせるっていうのがな、もうお前の強みや。しかもちょっと待って、裏ザシちゃんじゃなかった、ガマゲロゲやった。ガマゲロゲ、まあ、だったらまあ、ダイドラグーンでいけるか。ダイドラグーンでいけるよね。あ、ごめん、あの、ダイマ終わるんや。流星群外したらワンチャンまずい。ちょっと待って、これって初手何から入ったっけ。まだ、あ、パルキア一匹残ってんもんな。いや、別に流星群外したところで、なんもないよね、大丈夫やんな。ここ、おたけびはなんかちょっとちゃうよな。ここもう絶対流星群でじゃあ勝ちに行こう。さすがに。我慢ゲロゲ、そんな変な詰め方とかなかったはずや。しかも当たってくれた。もう終わりこれ。いや、でも結構硬いね。結構硬いね。これまずいか。まずない。まあ、ライチの力。いや、今でも全然まずくない。よし、これであとは。あとはパルキアで。あとはパルキアで。ただ一応貯水の可能性あるから。水あざは打たずに、ダブルウィング。ダブルウィング打っときます。いけ。いや、めっちゃ硬いねんけど。大丈夫か、これ。まあ、特殊な見えてたからごめん、スケールショットでよかったな。あ、オッケーオッケー。またダブルウィング外さなければ勝ち。はい、ダイスンありがとうございました。ガマゲロゲ思ったより硬えな。いいポケモンだ。